はい、こんにちは、もおはようれいです。今回ですね、話す内容は、今、コロナ不況の中で、自分ちのね、親戚の夫婦もね、今大変な、あれです。仕事の方が、コロナ不況で影響が出て、残業が減ってとかね。で、今まで残業代でなんかね、稼いでたらしいんですわ。で、何がじゃ、ね、問題になってるんだったら、住宅ローンですね。住宅ローンを払うのに、結局大変になって共働きになって、で、旦那の方も、ダブルワークですよ。今40、43ぐらいかな、男の方は。女の人は、奥さんは30後半かな。で、子供2人いると。子供2人いるんですね。で、車はね、軽自動車の新車は買ってましたね。だそういう、余分なちょっとお金ね、金ないなら、中古でもいいんじゃないのとか思うんですけども、で、家の方も新築で、郊外ですけどね、離れてるところですけど、新築で 4LDK ぐらいの買ったのかな。総額2000万ぐらいだったらしいんですけれども、多分25年ローンとか組んでるのかなというところで、で、ボーナス払いとかやってないと思うんですけども、じゃあ何が問題かって、今この住宅ローン払えなくなってる方がね、多いというところで、身近にはいないですけどね、実際滞納して、ね、変な、罰金みたいに取られてるね。あるんだよ。一回でも滞納すると、えらい額が次の請求で乗っかってくるんだけど、それを回避できる保証料っていうのもあるんだけどね。保険みたいな。俺ももちろんちゃんと入ってますけど、何があるかわかんないですからね。で、持ち家がいいのか、それとも賃貸がいいのかというところね。よく議論で。これは本当にもう、もう、価値観だよね。その人が欲しけりゃ買えばいいじゃん、みたいな、ところがあって。で、無駄だよって、俺賃貸でいいよって人は賃貸で別に構わないんですけども、持ち家派、賃貸派というところで、あなたはどっちがあれですか、どっち派ですか、みたいなね、ところで。で、俺はもう、ほら、ついの住処を考えて、要は、家賃で暮らしてたんですよ。で、なんでじゃあ賃貸だったのかって言ったら、もちろんそんなまとまった金っていうのがなかったっていうのと、一箇所にそこに住み続けなければならなくなる。転職とかしてたからね。転職とかしてるんで、家が固定されると、通える職場って限られてきますから、ただね、別に遠くたって別になんだかんだ言って結局通ってたので、で、家賃払ってんだったら買っちまおうっていうところで、無理ない金額で安い物件を、リノベーションね、リノベーションして、中古物件を、リフォームして、住めばいいじゃん、別に、みたいなね。わざわざ新築、別に買わなくたって、そんな新築買ったところで住んでれば、またつ、ね、年月経って中古住宅になっちまうんだから、関係ねえやと。で、雨ざらしなわけじゃないですか、もともとね、そういう家とか。分譲マンションもそうじゃないですか。で、分譲マンションをやめた理由っていうのは、修繕積立金とか管理費っていうのが住んでる以上永久に取られるので、で、それが埼玉のね、俺の方で言うと、毎月2万なんぼとか、取られるんですよ。だからローン終わってんのに、毎月また払っていかなきゃいけないんですよ。住んでる間ね、死ぬまで払わなきゃならないっていう。結局固定資産税も払うんですよ、あれ。土地はみんなの土地なんですけど、あれはあって、自分の敷地分、今度はね、建屋の税金がかかって、あれ、土地代と建屋って別々だからね。それを足して合算して、初めて年間いくらですよって形になるんですよ。だそういう固定資産税っていうのも発生しますけど、地域によってはすげえ安いので、駐車場払ってると思えばいいかなっていう感じになるわけですよ。年間でね、年間で見ると。そこはだから考え、差っていうのは別に考えてなかったと。で、賃貸でも、結局賃貸でも駐車場代はかかるわけですから。固定資産税はないけど、駐車場代と固定資産税を比べれば、どっちもどっちかなっていう、相殺できるわけなんで。で、毎月の支払いを、要は賃貸だったら、ね、広い部屋とか、ね、借りて駅から近いとかになっちゃうと7万とかね、8万とか、埼玉ですけどね。かかるわけで、あと 1L、2L とかね、また差がありますけども。で、俺が前住んでたところは 3K で、5万ちょっとだったかな？駐車場代入れて5万5千ぐらいだったんで、で、今の家がリフォームと中古住宅で毎月5万9千払ったんですよ。それ4千ぐらいのアップなんで、別にいいかなと。
いうところで。で、まあ、固定資産税が安いからね。月で割っちゃえば大したことないんで、あとはまあ、火災保険とか、それは共済が入ってますんで、安いんで、毎月2000円ぐらいで入ってますんで。健康保険とかもね、過剰な保険はやめました。がん保険とかもやめました。普通に県民共済です。県民共済で入ってます。ちゃんと還付金戻ってくるんで、ありがたいことにね、毎月ね、毎年1万円ぐらい還付されますんで、まあ、助かるかなというところで。まあ、どっち派って言ったら、俺は、新築だったら持ち家派とは言わないです。マンションも住めません。まあ、その賃貸で住んだ方がお安いですよっていうふうには思いますね。もう、老後とかに、家賃払いたくない。で、庭が欲しいっていうね。で、車が止められて、そこでね、洗車できるスペースが欲しいっていうのは、俺は憧れだったんで買っただけなんですよ。で、あとは今の仕事を辞めないためにも、まあ、頑張ろうという。で、ただね、月額を抑えてるんですよ。まあ、ボーナス払い絶対やりません。これ、ボーナス払いやったら、ね、やばいんで、毎月均等払いでアルバイトになったとして、ね、今の仕事が例えばクビになりましたとかね、倒産しました。じゃあどうしようっつっても、アルバイトでもう払える金額に毎月の支払いを抑えて、15年という短い期間のローンです。25年とか35年なんかゾッとして、もう、で、組めませんので、恐ろしくて、もう、いろんなリスクを考えたら、組めませんので、15年という形で、無理ない範囲の返し方で、均等払いっていう形をやりました。アルバイトでも稼げるでしょ？だって5万と5万9千ぐらい。ね、なんだかんだ払いますんで。やっぱりそこをですね、先に何があるかっていうのを考えて、組んでいかないと、ローンっていうのは組まないと。そして、金利ですよ。俺はね、年利が今0.6%なんで、大した金利にはなりません。そして、あと13年の支払い。まあ、13年賃貸で、だから5万9千払ってると思えば、自分のものにね、ちゃんとなりますんで、そこから0円になってくると。まあ、補修はあんまりしないようにしますんで、あんまり金かけないように、していこうかなと。まあ、だから、ちょっと話がそれましたけども、持ち家派、賃貸派、どっちですかって言って。俺は中古の持ち家派ですね。新築で高い金出して買うという、ことは考えてません。全然思わないです。だって、ね、死んじゃうじゃん、今度。俺も死んじゃったら、今子供とかいないし、別に誰かにあげるわけでもないから、残す必要がないので、ね、いらないので、無駄になっちゃうかもしんないですけど、まあ、でもほら、じじいになってまで俺家賃払いたくないので、まあ、買っちゃいましたみたいなところですね。皆さんは、ほら、いろんな思いがあって、今、賃貸で住まわれてる方もいるし、すでに25年ローン、35年ローンで買ってる方もいると思います。で、実際今払ってて支払いが辛いという方もいると思いますけど、まあ、そういう、ね、今、現状はこうだよ、みたいなね、こっち派だよ、とか、ね、その辺を皆さん、コメント欄に書いていただけたらいいかなというふうに思います。まあ、これも、なんかね、どっちもどっちみたいなね、結局、物の価値観だよね。だから、車は新車で買う派なのか、中古で買う派なのか、みたいなレベルでしょ？だって、動きゃいいじゃん、乗りりゃいいじゃんっていう中古だったらね、中古を買う人は多分それだと思うんですよ。やっぱり自分、他の人が触ってない、ね、あと、他の人が空気吸ってない、まあ、綺麗な状態で買いたいっていうのは新車派の方だと思うんですけど、まあ、高いよね。俺も今、ね、新車から俺の車今、買いましたけれども、まあ、高いよね。なんだかんだ200万以上はね、するから。で、特に今なんかね、200万後半ぐらいになってきたんですよ。ちょっと大きい車買うと。大変だよね。まあまあ、そんなこんなで、あなたはどっち派？というとこでした。それでは皆さんごきげんよう。じゃあね。